第4試合です。ザ・ベストシーズンバトル、タッグマッチ30分一本勝負。先に入場してくるのは、白井美桜、中森花子のコンビ。ボクシーファイターに乗って、白井美桜、そして中森花子が入場してまいりました。白井美桜は現在三冠王者。そして本日2試合目となります中森花子です。第1試合前の特別試合カナセンと同様ペイントを施しの入場。続いて入場ベストフレンズですか。おお、コスチュームを揃えてきましたね。先にコールされたのが藤本司、そしてこちらが中島ありさ。このチームの入場テーマ曲はフレンズだったんですか。なるほどね、ベストフレンズだったのでフレンズで入ってきたんですね。これが8月16日に行われた大会ですので、その3日前に横浜アリーナでフレンズの生演奏を聴いてまいりました。その3日後にプロレステーマ曲で使われるというのもなかなかの点が線になりましたね。さあ、ベストフレンズどのような戦いを見せるのか。そして白井美桜と中森花子のコンビネーションはどうなんでしょうか。開始のゴング、先発は中島と中森、しかし藤本が先発が中森であることを見て藤本が入ってまいりました。最終的には藤本司対中森花子でスタートです。もうしかしこれに対し中森が今度はやらないということで白井美桜とタッチすると、今度は藤本司が白井美桜との対戦を拒みます。最終的に先に肌を合わせたのは中島ありさと白井美桜になりました。まずは力比べ。今後ベストフレンズと、今のかけ方うまかったですね。一瞬にして相手を倒しました中島。今後ベストフレンズとして、まあ、本当本格的にやっていくということでね、公開練習までしたわけでございますから、さらにこうやってねベストフレンズ用のニューコスチュームも、作ったということは、これは長期的展望を描いているんじゃないかなと思われます。果たしてベストフレンズどういった形でこの女子プロ界を設計していくのか、アイスリボンの藤本司、そして JWP の中島ありさということで越境コンビになるわけです。アイスリボンのリング、そしてこの日のように JWP のリング、2つのリングを股にかけて活躍する、そのような期待が持たれております。ベストフレンズ、中島ロープ打ったが変化キックが待っていた。今の技は白井美桜も見せる技、先にヒットさせた中島ありさです。そして藤本司タッチ、藤本がドロップキック
あ、ロープに振られるのを拒み、蹴りを放ってから中森とキャッチです。中森と藤本、かつてこの2人シングルマッチで対戦していたんですが、藤本翼が全くそれを失念しておりまして、それに対し中森が噛みつきました。やっていたじゃないかと。確かに記録を紐解けばやっているんですが、藤本翼の頭の中には全くそれがありませんでした。サッカーボールキックを放ち、中島とタッチです。うわぁ、髪の毛をわしづかみし、そして何気なく2を入れる、体重を浴びせる。さあ、この2人も中島と中森、中森の負傷欠場がなければそのまま正式タッグチームとして続いていたのかもしれません。いや、その可能性が高かった。しかしタッグリーグ戦の最中に中森が負傷したため、タッグが解消となってしまい、しかもその間にこのように中島はベストフレンズを結成。さあ、見てください、中島有沙の豚パナ。今の客席の折り方とかと、菊太郎とかアントニオ本田とか、その域に達してまいりました白井美桜です。なかなか今のようなね、中島有沙の表情はなかなか、ね、あの見られる機会が少ないので、その筋の人にとってはたまらないものがあるかもしれません。さあ、捕まえました。その中島を自コーナーに押し込み、中森と白井美桜が顔面に足を、フライングメアからサッカーボールキック、もう一回フライングメア、ガラ空きの背中にサッカーボールキック。しかしそれに対して中島がもっと蹴ってこいと言わんばかり、後ろに背後に放たれた蹴りを今キャッチしようとしましたね。負けん気が強い。おお、そして膝膝、顔面に膝をガンガンと入れます。これも膝です。鋭角的な肉体の鋭角的な部分を相手に突き刺していきます。中島有沙、ダブルアームスープレックスホールド、ダブルリストアームサルト。そこからタッチを受けた藤本がすかさずコーナー最上段に上りミサイルキック、低空ドロップキックを串刺しで突き刺します。試合時間5分経過、ブレマスターを狙いましたが、すぐさま白井美桜が入ってきた。今度は美桜と中森の連携、しかしこれをドロップキックで2人まとめて吹っ飛ばしました。藤本司、一瞬にして1対2が2対1に。今のは中島のラリアットと、そして藤本の締め切りだったか。ああ、これは中島をステップにしてそのまま飛びムーンサルト、カウント2。さあ、動きを止めました。さらにサッカーボールキック、正面から PK に行きます。しかしこれをキャッチされた。おお、ものすごい気迫で相手をぶっ倒しました。足を払って、うまくこれはクラッチいたします。さあ、両腕を固めております。中森花子、重い蹴りを藤本に放ちます。お、しかし追走する、正面から飛びついて裏カンラナ、これをエビ固めで切り返す、ガントツ。相手がコーナー付近では中森は構わず攻め込みます。フィッシャーマンバスター、フィッシャーマンズスープレックスホールド、カウント2。深追いすることなく白井美桜にタッチいたしました。うわー、顔面蹴り、さあ、ぶら下がり式首4の字出ました。
ジョローグモ、ああしかしジョローグモに行ったところにガラ空きとなっていた顔面を中島が襲いました。ジョローグモ破れたり、そして2人を中島が抑え、場外ボディアタック、ブランチャーが炸裂、さらに藤本に続いて今度は中島がブランチャー放つのか、ブランチャー、この辺はベストフレンズ、自分たちの方にリズム、そして雰囲気を持っていく、空気を持っていくのに長けている。ミオとしては先ほどので痛ぶるつもりだったんですが、逆に痛ぶられてしまいました。アバランシュホールドからホール行く、さらに極楽固め、中島もカットに入っております。さあ藤本が、ああしかし中島のカットを逃れた中森が救出に入りました。極楽固めでギブアップは奪えず、藤本は次何を目指す、何を狙う、今腕をクロスしましたね。わあ、ジャパニーズオーシャン行くのか、さあ豊田真奈美から継承したジャパニーズオーシャン、しかし着地した白井美桜、そこに円髄、円髄切りというか顔面蹴りをヒットいたしました。2人がかりの攻撃、ドロップキック、これはかわされた、エプロン出た白井美桜、中森もリング内に入っている、蹴りを見舞って、おお、これはダブルのジョローグモか、あー首オンの字、首オンの字、先ほどやられた分をただでは返しません。さすが白井美桜、ブレーンバスター、正面から蹴る、エグゲリでガンス、さあ回転キックから座り込んだ美桜にサッカーボールキック、ランディング PK、 カウント2、先ほどから4人とも、もう平気で相手の顔面を蹴りまくっております。すごい4人です。相手の顔を蹴飛ばすことに全く躊躇がない4人、背中を蹴られた、怒った中島、わーよく見ていた、ミオの蹴りが誤爆、そしてジャーマンスープレックス投げっぱなす、これも顔面への蹴りだ、怒った中森が入ってきたが、中島は相手にいたしません。二人がかりの攻撃、今中島の肘が藤本に当たったような気がしましたけど、気のせいでしょうか。しかし構わず蹴りを見舞っていきます。あーコーナーからのダイブを狙ったんですが、ミオがそれを止めて、なだれ式ブレインバスター、コーナー2段目から炸裂、カウント2で返す中島、自力で返しました。しかしここはチャンス、うわー、さあヤタガラス、これもカウント2、さあつくもよく読んでいた、丸め込んだ、カウント入りません。ウジアランは脇固めに行きます。おっと、バーズソーが炸裂、シャイニングウィザード、もう一回行く、もう一回3発目、流れは変わったか、フィッシャーマン蹴りをかわす、わしかし左が入った、右も入った、崩れ落ちるような中島梨沙、
フィッシャーマンバスター。さあ今日はフィッシャーマンでスープレックスホールドを見せましたが、この試合ではフィッシャーマンバスター。もう一回狙う、ディフェンスする中島、膝をぶち込み蹴りをキャッチし張り手、張り飛ばす 中森、藤本が入ってきた、ドロップキックカウンター、中島もスリングブレード、膝ランニングに、どうするどうする、中島ミサイルキック、自力で返します中森です。しかし藤本が白井美を分断しております。中島に勝利を託した、邪魔2発目、ロコモーション式で3発いけば3リリース、4発いくのか、これを止めた中森が止めた止めた、背後から藤本、さあこれで、ああ美穂が間に合った、まだ決まらない、まだ決まらない、おお中森を踏み台にしての蹴りを見舞いました。そしてファイアマンズキャリーで担いで正面に落とす、そこには中島がいた、藤本を使ってプレスした形、そして顔面のすごい蹴りだ、カウント2、かかと落とし丸め込む、ああ藤本がカット、円錐切り、さあ試合権利があるのは中島と中森です。さあ JWP 同士、 JWP 同士、たもとを分かった2人、中森の負傷をきっかけに別の道を歩むことになりました。おっと動じない、中森が動じない、そしてパントキック蹴り上げます、蹴りをかわした中島、こちらバックブローが入る、ぐらついた、だるま式ジャーマン、だるま式ジャーマン、おっと後頭部でヘッドバット、しかしその後頭部にヘッドバット、ビーナスシュートが炸裂、そしてダルマジャーマン、間に合いました、ミオが間に合いました、ドロップキックでそのミオを吹っ飛ばす、15分が経過、さあチャンスだぞ、中島はここでドラゴンスープレックスホールド、これでカウント3、最後はドラゴンスープレックスホールド、中島ありさが中森花子から3カウントダッシュです。非常に荒々しい試合になりましたが、その試合を制したのはベストフレンズ中島ありさと藤本司でした。2人とも嬉しそうな顔しましたね今ね。引っ張っていっていただけると思います。中島さんもまた
はい、というわけでございました。ベストフレンズでございました。先ほどコメント出ておりましたけど、多分次に組むのはあれなんですかね、アレクサンダー大塚、20周年記念大会になりますかね。その前にもあるのかな。今のところ、男盛り10周年記念にオファーが出まして、受けて、おりましたけども。さあ、いい形でね、これスタートいたしましたので、これは楽しみですね。さあ、というわけでございまして、がっちり勝利を飾りました、ベストフレンズでございました。まあ、気になるとこといえば、もう、あれですね。